目白く、第十二章、また、大いなる、印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、足の下に月を踏み、その頭に、十二の星の冠を被っていた。この女はこう宿しており、海の苦しみと悩みとのために、泣き叫んでいた。また、もう一つの印が天に現れた。見よ、大きな、赤い竜がいた。 それに、七つの頭と、十の角とがあり、その頭に、七つの冠を被っていた。その後は、天の星の三分の一を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜は、子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたなら、その子を食い尽くそうと構えていた。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持って、すべての国民を治めるべきものである。 この子は神の身元にその膝のところに引き上げられた。女は荒野へ逃げていった。そこには彼女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて、天では戦いが起こった。見返るとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。 そして、もはや、天には、彼らの居るところがなくなった。この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされ、その使いたちも、もろともに投げ落とされた。その時、私は、大きな声が、天でこういうのを聞いた。今や、我らの神の救いと力と国と、神の、キリストの権威とは、現れた。 我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で、彼らを訴える者は、投げ落とされた。兄弟たちは、小羊の血と、彼らの証の言葉とによって、彼に打ち勝ち、死に至るまでも、その命を惜しまなかった。それゆえに、天と、その中に住む者たちを、大いに喜べ。しかし、死と海を、お前たちは災いである。 悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持って、お前たちのところに下ってきたからである。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。しかし、女は自分の場所である荒野に飛んでいくために、大きな、わしの二つの翼を与えられた。そして、そこで蛇から逃れて、一年、二年、また、半年の間、養われることになっていた。 ヘビは女の後ろに水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし、地は女を助けた。すなわち、地はその口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。そして、海の砂の上に立った。